こはテニスコートね。やっほー、うちの知らない間に随分テニスが流行ってるみたいね。うちはよく知らないし、お祝い事に備えて踊りを練習するだけで手一杯かしら。常連の舞、お祝い事とあればご披露するわよ。舞は祈りの儀式でもあるからむやみには見せられないけど。待ってよいい感じ、調子が戻ったのね。それはめでたいわ。はあ、祝福したからこれで実力を出していけるはずよ。ありがとう。この舞はつま先から頭のてっぺんまで全神経を使うから5秒踊るのが限界なの。してる人にはめでたいことがいろいろ起こっていそうね。お祝い事がたくさんありそうだわ。一緒に踊ろう。季節が巡る冬
誘われたの。なんでよ。ダメかしら。やったー。うん。知らないけど、付き合ってあげてもいいわ。やったー。やるじゃん。もう、キャットだったら。それでいいの。私の意志は冬の意志。素人だ。一から始める気持ちで頑張らせてもらう。一緒に頑張ろう。にゃにゃにゃありがとな。いや切ってもすぐに伸びてきちまうからな。まあエキさん、テニスプレイヤーの中には長髪の選手も多いってよ。当然テニスに関して多少は勉強してきたさ。慢心はしねえ。昔のできちまうとは意味が違うことを証明してやるぜ。俺はいつでもいけるぜ。
を離れず。早速やってみるでござる。
式のマッチポイント。ところにはなかなかたどり着けないものだな。だった行くぞ。己の剣とは例えば試合中にうっかり
り火を吹いちゃったり。あ、だからしっかり練習して力を制御しなくちゃいけないんだ。
夢の中で自己紹介って笑える。私の島、春夏秋冬は人は住んでないけど、四季がしっかり味わえるから観光客に人気のレジャー島なんだよ。春はお花見でにぎわうよ。にゃにゃにゃーん、ぜひ来て。で、夢の中で誘ってもしょうがないけど、やってやるんだから。私の名前はさくらで、あのね、眠いな。ソフトクリームを食べに来てみれば、どんな事件に出くわしてしまいましたね。シャー、それにしてもこの状況は、わかりました。倒れています。いやー、倒れたのは何かあったからです。なぜじゃ。はい、とにかくこの事件、私が解決してみます。少年探偵社ツイッチの探偵、このリリーコーデルだ。シャー、さあ捜査開始です。事件どこですか。よっ、
し込みます。推理がこの道極めて見せましょう。